はいどうも、アニマルパテモソでございます。というわけで今回は、まあ短いちょっとした動画です。今日一日の昨日の水草巻いたやつ、ヘアグラス系のやつですね。何時間ぐらい撮ったんかな。朝の9時ぐらいから夜の8時ぐらいまで11時間ぐらいタイムラプスで撮ってみました。まあこんな感じで乾いてきたら水をかけるっていうことをやってたんですけども、まあ初日なんでね、こんなもんですこれ10秒に1回撮ってるタイムラプスなんで、2分以内ぐらいでね終わるんですけども、まあね、何も起こらないこの辺なんか何にも起こってないよね。微妙にカーテンが揺れてるだけ。まあこれがね、後々生きてくる可能性あるんですよ。こんなねクソみたいな動画、何も起こってない動画をね、水かけたけどわー乾いている、そこぐらいしか見どころがないこれが多分明日明後日ぐらいになってくると変化が出てくるんでしょう、こっからね。まあだけど、まあこれ今日初日、まあ10時間11時間撮りましたけども、今のところはまあ今日では結果としては、まあ何にも変化がないように見えますね。なかったんかな、ちょっとぐらいの変化はこれで。なんか変わりましたかね。なんか変わってますかね、これ。変わってないな。変わってない。何も変わりませんし、そして暗くなってきました。というわけで、まあ今日一日撮ったヘアグラスの種の様子でございました。まあまた明日も撮ろうと思ってますので、この辺は報告していきたいと思います。まあ魚の方もね、また動画にしたいと思います。というわけでアニマルパテモソでした。アニマル。